厚見町は愛知県の最南に位置した町。2005年10月1日に田原市へ編入された厚見半島の先端部にあり、北は三河湾、南は太平洋に面している。また、イラゴ水道を挟んで島半島と対峙している。イラゴ岬の沖には三島由紀夫の小説、潮騒」で有名な上島がある。地形としては低山部。 丘陵部と平坦部に大別される赤石山系の南端が張り出し町の東部から中央部を貫き先端にかけて300メートル程度の山々を形成しているその周辺に海に面して平地が広がっている町の北西部に最も平坦な地形が形成されている太平洋側は日出の石門から 静岡県の潮見坂までは、片浜十三里という砂浜となっている。また、先端から三河湾側には西山砂丘があり、その先の福江湾にはさすが発達している。1955年4月15日に、福江町、伊良湖三崎村、泉村の一町に村が合併し形成された。縄文時代には人々が住んでいたことが知られ、 縄文時代のイカワズ、ヤスミなどの貝塚からは人骨が出土している。平安末期から鎌倉時代の雇用跡として国や県の史跡の指定を受けているイラゴ東大寺が用跡があり、また町内の大半が伊勢神宮領となるなど、海を挟んだ対岸との交流が深かったことが伺える。江戸時代には田原藩の三宅市等の大名領、天領、旗本智之 事業が混在していた。昭和中期までは、漁業がこの地域の生計の中心であった。現在の厚み町にあたる地域は、土壌の質が悪く、水源の確保が難しいために、農業はこの町の大きな産業にはなり得なかった。しかし、1968年に、豊川用水が最終貯水池である、発立ダムの建設をもって完成し、大規模な土壌改良を施した結果、 全国有数の大規模近郊農業地帯として発展を遂げた。また、1971年に中部電力の火力発電所が稼働を始めてからは、町の財政も豊かになったが、後には発電設備の老朽化により縮小しつつあった。それに伴い町の財政も苦しくなり、観光の不振もあって、2001年の10月には同じ厚み郡を構成していた田原町。 赤羽根町と共に対等合併のための法廷協議会を設置した。しかし、厚見町側が新氏名に軍と半島の名前でもある、厚見市を主張したのに対し、財政力に恵まれる田原町側が田原市をしたことなどから、2002年7月には法廷協議会を休止、同年10月に協議会を解散した。その後、厚見町では2003年7月に、 一方、同年8月には、田原町が赤羽町を編入合併し、田原市が成立している。2004年5月23日、厚見町で田原市への編入合併の賛否を問う住民投票が行われ、合併賛成が反対を上回ったことから、田原市へ合併協議を申し入れることとなった。住民投票の結果は、賛成1133票。 反対1945票、投票率は74.65%で、全有権者数に占める賛成者の割合でも63%と、目標とされた過半数を大幅に超えた。2004年8月には、田原氏との間で、法定協議会を設置。2005年10月1日に、田原氏へ編入され、同時に、厚見軍も消滅した。 蝶々農業は野菜、果物、花などの均衡園芸農業が盛んで農業生産額は日本でもトップクラスである。豊橋市、田原市と合わせて全厚見半島が日本を代表する大農業地域でもある。花の栽培は伝承菊が特に有名である。秋から冬にかけての厚見町を含めた厚見半島の 夜は、ビニールハウス越しの光に高校と照らされている。漁業も古くから盛んであり、特に海苔の養殖、アサリが有名であるが、昭和40年代を境に衰退している。なお、昭和20年代には、海苔の苗を他地域に売ることで利益を得ていたが、この利権をめぐる地元有力者たちによる生々しい争いを記したのが、杉浦民兵の海苔育総動機である。観光業にも、 長年力を入れてきており、島崎東村の詩、ヤシの実に歌われた、イラゴ岬の美しい風景や、海水浴場などがある。しかし、合併の10年程度前から、観光客離れに悩まされ、観光の目玉の一つであった、イラゴフラワーパークも、平成17年3月に閉園していた。町内に、鉄道はなく、豊橋鉄道のバスが運行していた。太平洋側に国道42号。 三河湾側に国道259号が走っており、両者はイラゴ岬で合流している。イラゴ岬には道の駅イラゴクリスタルポルトがあり、対岸の三重県と橋、北半島の諸崎、河和、さらに上島などの離島を結ぶフェリーの旅客ターミナルの役割も果たしている。ありがとうございます。